返ってみていかがですか。そうですね、今日フェアウェイ外したのが1回だけで、まあ、それがスコアにつながったと思いますし、まあ、パターンは後半何個かあのミスパットしてしまったんですけど、それ以外はあの悪くなかったかなと思います。日本女子オープンという試合はどんな試合ですか。まあ私高校1年生から出させてもらってるんですけど、やっぱりちょっと違った緊張感があるというか、ナショナルオープンだなと思うぐらい大きな試合ですし、自分も照準を一つここに合わせてきたっていうのはあるので、自分の中でも特別な大会です。今回の目標はありますか。まずは来年のシードを取ることを一番の目標にしているんですけど、まあ、まずは明日、しっかり固いプレーして予選通過して、また3日目いい形で迎えられるようにしたいなと思います。その目標に向けて、はい、明日から何か気をつけていきたいこととかありますか。まあ、でも今日とやることは同じだと思うので、しっかりフェアウェイキープと、あとそうですね、行ってはいけないところとか、そこにミスしないようにしてれば、スコアにもつながってくるかなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。